どうも、ご無沙汰たんごちぶんぶんと申します。今回語る映画がこちら、裸のランチ。7月7日より新宿武蔵野館ほかにて裸のランチの 4K リストア版が上映されますと。それに合わせてこの作品、デビッド・クローネンバーグの裸のランチについて語っていこうと思います。裸のランチは原作ものなんですね。原作がウィリアム・バローズの同名小説、裸のランチで、この小説成り立ちが結構特殊なんですよ。ウィリアム・バローズ自体が、まあ、あのトリッキーなキャリアを積んでいて、まあ、いわゆる麻薬中毒者なんですよね。いろんな麻薬を試してその体験記を小説にしたりとかしている人なんですけれども、この人がそのモロッコのタンジールという場所でもうドラッグでガンギマリな状態で書いたという、まあ一応その中毒の状態から抜けた状態では書いているとはいえ、まあ当時ビートニックの、作家であったアレン・ギンズバーグとかジャック・ケラックに原稿を渡したところ、結構ぐちゃぐちゃで原型とどめてなかったそうなんですよね。でそれをなんとかその形にして、ポルノ出版社、まあ、外国人向けのポルノ出版社に送るんですよ。でこの出版社っていうのが、まあ、外国人向けの小説を売ってるんですよね。で売れさえすればいいかね、タイトル詐欺みたいなのが、次タイトルみたいなのが多いんですよ。で中身とか独に構成とか編集とかしないで出すんですよね。でそんな出版社がこの小説を出しました。で一般読者からは結構不評だったらしいんですけれども、この小説を紹介しようとした雑誌社がその次々と逮捕される事態に発展するんですよね。まあ、ポルノ猥褻物小説版を紹介したみたいな疑いで次々と逮捕されるみたいな惨事となっている、そういった、いわくつきの、代物です。で実際に中身を見ると、まあ、いわゆるその猥雑な空間 その日常みたいなのを描いていて、ストーリーはそんなに合ってないようなもんなんですよね。まあ、一応その猥雑な世界の文化みたいなのをつれづれなるままに書いているんですけれども、例えばブラックミートっていうショーがあって、ここで登場するブラックミートっていうのがめちゃくちゃ美味しいんだけど吐き気を催す食べ物、ブラックミートっていうのがあるんですけれども、それをなんか吐いては食べ吐いては食べを繰り返すみたいな情景が書かれてたりとかして、結構グロテスクで面白い小説なんですよね。ただこれを映画化しようとすると非常に難しいわけですよ。いくらデビッド・クローネンバーグでもそのまま映画化するのは無理だって考えたんですよね。で実際にデビッド・クローネンバーグは自伝の中で、俺はそのザ・フライの転送装置のようにバローズと融合しないといけなかったって語っているんですよね。で実際に生み出されたやつがまあ、ウィリアム・バローズの人生と絡むみたいな部分もあって、例えばウィリアム・テルごっこをして妻を殺してしまうっていう場面は完全にウィリアム・バローズの自伝か実際のエピソードから持ってきているんですよね。じゃあ実際にどんなお話か見ていきましょうか。映画はですね、主人公男の人がいて、この人が害虫駆除業者なんですよね。この人が害虫駆除しているとあれガス切りかなみたいな感じになるんですよ。でなんか家に帰るとその妻がどうやら殺虫剤を食べてガン決まってるみたいな感じになるんですよね。でそうこうしていると結構怪奇現象が起きてくるんですよ。例えば急に警察に捕まって連行されるんですけれども、そこにいたのはそう虫なんですよ。なんかゴキブリみたいな虫、でっかいゴキブリ、喋るゴキブリみたいな感じなんですよね。でだんだんとおかしいなと思ってると、その妻を殺してしまう、ウィリアム・テルボッコして妻を殺してしまう事案が発生するんですよね。でそれで逃げないといけない、
で予行権を持ってインターゾーンっていうモロッコみたいな空間に逃げ込んで、そこでスパイ活動、作家としての活動みたいなのを始める、そういったお話ですと。で中学の時に見た時はまあクリーチャー描写がすごい面白くって、まあ画面に映っているように、上のキャラクターがマグワンプってキャラクターなんですけれども、あの気持ち悪いなって思いながら見たりとか、あの虫型のタイプライターっていうのが本当に気もかっこよくって、これがすごい大好きだったんですよね。で実際に中学の時に見た時は本当にモロッコみたいな場所に行ってスパイ活動してんのかなって思ったんですけれども、最近見直してみるとどうもそうじゃないんじゃないかっていうのが分かってきたんですよね。まあ、元々そのウィリアム・バローズの裸のランチの成り立ち自体が、そのウィリアム・バローズですら書いたこと覚えていない、でも実際にその彼がその時見て感じたものをそのままガーって書いたみたいなことを書いてあるんですよね。要するに幻覚少女を書いた小説なわけですよ。で実際に見ていくと、そのこの映画で登場するインターゾーンっていうのが幻覚の世界であることが分かってくるんですよね。いくつかポイントがあって、例えばそのマグワンプからその予行権をもらう、でそれを友達に見せるっていう場面があるんですけれども、友達には殺虫剤の粉しか映んないんですよね。だから彼がその主人公がその予行権だと思っているのが粉だったりとかするんですよ。あと虫型のタイプライターがなんか共食いをするみたいな場面があって、1台がぐちゃぐちゃに壊れてしまうんですよね。それを引き取りに来た人が見ると、それは普通のタイプライターに映っているんですよね。っていう細かい描写を見ていくと、これは幻覚世界に行ってしまった人の目線から描いている作品で、時々現れる人っていうのが彼をその現実に連れ戻そうとするみたいな、そういった役割を果たしているんじゃないかなと。で実際にこの映画っていうのが、その文章を書くとは何かを結構掘り下げているんですよね。序盤なんか小説家と編集者みたいな人が語るんですよ。なんか自分の思ったことをそのまま書くといいと、でそれを編集すると自分を騙すことになってしまうみたいなことを書いているんですよね。で実際にその主人公っていうのはその見た世界をそのまま描写しようとするんですよ。でそれをその誰かが取りに行くと、文章を通じてなんか幻覚世界とその元の世界をつなぐみたいな役割を果たしているよっていうのを、デビッド・クローネンバーグが紐解いてて、あ結構面白いなみたいな思ったんですよね。まあデビッド・クローネンバーグ自体がそのステレオという作品で、そのテレパシーのある世界の中で、そのまあ誰しもが他者の心の中に入り込める、だからあの本当の本心っていうのは別の箱に入れなきゃいけないみたいな概念を導入しているんですよね。でまあそれの応用例かなって思ってて、まあ、元の世界とその幻覚の世界でそれをつなぐその通路みたいなのとして文章があって、その文章を取りに行ったりとか見に行ったりとかする行為を通じて、そのあの外の世界と交わるわけですよ。結局その幻覚の世界と現実の世界って全然違うからお話ししていくと、あれおかしいなみたいな状況になってくるんですけれども、文章作文がそこにあるからなんとか整合性が保てるみたいな世界観を描いていて、あ麻薬中毒者との対話ってこういうものなんだなみたいなのがよくわかる作品に仕上がっています。非常に興味深かったなって思います。まあ、7月7日よりその新宿武蔵野館他にて、裸のランチ見ることができますので、自分もデビッド・クローネンバーグの中では一番ぐらい好きですかね。クリーチャー描写がとにかくかっこいいので、気もかっこいいので、ぜひ劇場でウォッチしてみてください。それではまた今度。